ちは、私はアントニオ・カスティージャです。私たちは、斜面管によりカットの開発を行います。私たちは工場を分割することから始めます。分割数は、当社が取得したいチューブと精度のサイズによって異なります。強行は、発電機を構成する部門を上りました。円周の長さを見つけるのをしてみましょう。数の π 倍の直径をかけ、または 2π やラジオをかけます。π のために単純に 3.14 の値を使用します。円周の長さの線を引きます。私はベースの下に配置しているが、それはどこでも行うことができます。円周の長さは、植物を分割している部品と同じ数に分割されます。私は8に分割し、我々はまた、我々はマークに番号をつけます。最初と最後の番号は常に同じである必要があります。垂直母線の我々の長さ。それは次のような関係を参照する方が簡単です。我々は戻って最初に取得するために他の部門に進みます。生成より厚さの両端に参加して、最初と最後をマークします。私たちは開発を完了しました。ここでは2つの対照的な部分があるので、一部の人々はちょうど前半を書きます。我々はこれを行う場合、我々はシンボル対照性を描画する必要があります。ビデオの説明では、PDF 内のファイルをダウンロードするためのリンクです。私はあなたが、解決され、印刷カット&ペーストすることをお勧めします。